の作品は彫刻ではない。空中に自由に絵を描きたいと思い作品を作る。空中をキャンバスに見立てて縦横無尽に絵を描く。絵描きは常に絵画の指示体を意識しており、枠組みで切り取って空間を認識している。抽象絵画ではグリッドを利用して切断作用によって空間を作ることを考える。立体物を実体として見ているよりも平面として脳内変換している。